素直にね、うん、嬉しかったです。あなんか初めて聞いた時ね、びっくりした。ライブの控え室かなんかだったよね、うん、楽屋かなんかでさ聞いてさ、わーってなりましたね、うん、そうなんだって。あ、なかったかも、うん、嬉しいみたいな感じで、選ばれたんだみたいな感じだったよね。でも決め込んでないことじゃない、なんかその、うん、逆に確かに、うん、確かに特にこれがうちらですみたいなものを確立してるわけじゃなくて、うん、それぞれがその時持ってきたものを、うん、その時の自分たちがどう消化するかによって、うん、こう出てくるものが全然変わるっていうか、うん、でもね、やってるのがうちら3人だから、うん、最終的になんかそのうちらっぽさみたいなものが、うん、なんかその楽曲とかに染み込んでて、うん、それがなんかこう勝手にちりびっぽさみたいなものになってるかもしれないですけど、うんうんうん、特にね、それをこう、うん、これですってやったことはないからね、うんうんうん。ザ・ナインティ・セブンティ・ファイブっていうバンドに影響を受けてます、はいはい、あのサウンドもそうだし、はい、なんかパフォーマンスもそうだし、なんかスタンスっていうか、なんかどういう感じで、うん、あのステージに立ってるのかとか、なんか表現の感じとかもすごく好きで、うーん、かなり影響されてますかなり。マック・ミラーさんとカートコバンさんとビューローさんとあとザ・プリティ・グレスっていうバンドと、はい、なんか好きっていうのもあって、単純に自分の気持ちを、うん、隠さないっていうか、なんかありのままを結構みんな本当になんか言ってる感じがする。なんか自分が憂鬱だったら憂鬱だなっていうシーンみたいな、なんかそういうところが結構共通して好きだなって思ってるから、なんかそういう風になりたいなみたいな、はい、私は、イギリスのシンガーソングライターのドゥアリパさんに一番影響を受けてて、はい、歌詞とかパフォーマンスとかもう全部含めてなんですけど、なんかこうラブマイセルフの精神というか、なんかこう自分を大切にしようみたいな考え方みたいなところにすごい影響を受けてて、そうですね、ずっと聴いてますね。サウンド面ももちろん影響を受けてますし、テイライトはもともと1年以上前にデモがすでにあって、でそのデモを今回こうじゃあ音源にしようってなって、うん、ちょっとサビをそこからメロディーいじったりとか構成いじったりとかちょっとして、うん、でそこからこうね、サウンド面のアレンジも進めていって、うん、出来上がった楽曲ですね、うん、曲によって本当にバラバラではあるんですけど、うん、今回の曲に関しては自分がそのデモを作っていて、うん、でその段階から割と結構歌詞ももう入ってて、うん、新しいクリスマスとか、あ、そうですね、うん、もうその時から一応尺としてはフルであって、うんうん、でその尺をまたこう構成変更して、うんうんうん、でこう追加で新しいメロが増えたところとかの歌詞とかを一緒に作ってくれたりとかして、うん、最終的に出来上がったって感じです、うん、今日のライブで初めてやるんですけど、うん、あ、それ今日のかな、あ、そうなんですね。めっちゃドキドキしてるんですけど、なんか結構ギターはなんか静かだけどなんか切ないフレーズみたいなの結構いっぱいあって、うん、そういうなんかところとかを聞いてほしいです。聞いてほしい小さくずんずん系、なんか、うん、バカ上げみたいな感じじゃないくて、うん、なんか、なんて言うんだろう、進んでいく感じ、うん、だからなんかサウンド面が結構かっこいいなって思ってるんで、うん、なんかライブとかってそういうなんか空間で一緒に、うん、なんか聴いて楽しめたらいいなとか思います、うんうんうん、私もちょっと同じことになっちゃうんですけど、そのずんずん系、その、はい、ドーンってよりは、うん、こうみんなで一緒にこうビートに乗る感じの曲かなと思ってて、
それこそ今日の初めてやる会場で、うん、キャパも大きいしね、うん、その来てくださるみんなとそのリズムにみんなで一緒に乗れたら、うん、会場が揺れるんじゃないかなと思ってて、それがすごい楽しみですね。なんかわかるよね、なんか会場が乗ってるっていうかさ、うん、一つになってる感じゃないですけど、うん、はステージ上から見ててもすごいなんかわかるし、うん、こっちもテンション上がりますね、うん、初めてのファーストワンマンツアー、うん、だからそのワンマン自体は東京以外は全部初めましての土地っていうのもあって、はい、初めましてが多いツアーになってるなってすごい思いました。うん、場所もそうだし、初めましてのお客さんもいっぱいいらっしゃるし、なんかみんなあったかい感じ、あったかい感じのライブになってると思う。うん、あるよね。あった。あったよね。うん、結構見守ってくれている視線の地域とか、うんうん、分かる分かる、めっちゃ分かる。それどこなんですか、優しい感じ。どこだっけ、北海道も愛知とかもすごく、そうでしょ、愛知とか北海道も優しかった、優しかった、なんか目線が、あ、知り合いみたいな、あ、親戚みたいな、うん、初めてだけど、うん、なんか知り合いみたいな感じがした、うん、しました。結構ね、近いから、そうそうそう、なんか結構見える感じで、あ、そうかそうか、なんか視線とか結構いっぱいあって、うん、なんそこでなんかこう空気会話したみたいな感じがしました。見守られてる目線なんですね。いろんな音楽が好きなので、はい、なんか本当に自由になんかとらわれずに、うん、あのやりたいことをなんか追求していける1年になったらすごいいいなって思ってます。なんか好きなこととか、うん、その自分がやりたい、今日なんかあと自分を表す曲とか、うん、そういうのになんか結構時間を使えたらいい年になるんじゃないかなとかは、うんうん、思います。はい、はい、一緒ですね、一緒ですね。フェスに参加したいとか、なんか、うん、あ、でもフェスはすごく大好きなので、うん、出れるフェスはもうたくさん出たいし、うん、そうですね、音楽でいろんな人とつながれる1年にもしたいし、うん、あ、でも一番はやっぱ変わらないですね、うん、みんなと